様。さよなら。もう忘れることね、私のことは。さよなら。もう忘れることね、私のことは。風邪ひくよ、渚ちゃん。シカルさん。冷たい。ごめんなさい、渚ちゃん。朝になったら六条様のところへ行って、はっきり断ってきますから。泣き疲れて眠っちゃいましたね。よほど辛いことがあったのね。早くいつもの明るい渚ちゃんに戻るといいね。ごめんなさい、渚ちゃん。私のせいでこんなことになって。どうして？珠緒ちゃんは何も悪くないよ。いいえ、これから六条様のところへ行ってお断りしてきます。ねえ珠緒ちゃん。はい。出ようよ、エトワール戦。渚ちゃん、ミアトルの代表として。でも、あのね、思いっきり泣いたらすっきりしちゃった。エトワール様のこと忘れることができそうな気がするんだ。いつまでも同じところに立ち止まっているなんてもう嫌。いつまでも過ぎたことにこだわっても仕方ないもん。自分から一歩前に出なくちゃ。そしたら世界が変わるような気がするの。珠緒ちゃん、だから一緒に出てくれる？はい。そう、あの二人が。ええ、さっき報告に来たわ。
勝ったのね、賭けに。あなたのおかげよ。これで不出馬という不名誉な記録を残さずに済むわ。これから忙しくなるわ。全校生徒の前で出馬宣言してもらわなくてはならないし。じゃあ、失礼するわね。私の本当の思いをやっと伝えられる。君と出会ったあの場所で。世界で一番大切な人、もう何も恐れない。これから二人はいつも一緒だ。
もし二人で旅をするなら船にはどんなものを積んでいくのがいいのかな。ご飯でしょ、お菓子でしょ、果物でしょ。食べるものばっかりですね。タモちゃんなら旅には何が必要だと思う？私はランプが欲しいです。暗い夜にランプの明かりの下で渚ちゃんと二人で話をしたいんです。いいねそれ。次回ストロベリーパニック運命の輪。でもね、怖い話は禁止だよタモちゃん。この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。